たせしました。20時をお知らせいたします。本日秋葉原のユーストリームスタジオ秋葉より生中継です。インターネット上の最新映画情報をですね、一緒に見るショーゲートチャンネル時とあみと一緒にサーフィンの時間がやってまいりました。本番組はいろいろなウェブサイトを同時にみんなで見ようという番組です。本日ご紹介するウェブサイトはすべて一般公開されているものですので、パソコンの前にいる方はぜひ一緒にネットサーフィンをしながら見てください。よろしくお願いします。さて本日はですね、オンライン放送さなまるんだよなさて本日はオンライン放送サービスユーストリームを利用すると同時に、オフラインでもアイカフェ秋葉プレイス店に集まっていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。オンラインの方もオフラインの方もどうぞよろしくお願いしま す。ということで、今回もですね、はい、進行兼サポートで浅井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日遅刻しましたよね。してません。しましたよね。全くしておりません。ちょっとなんか、はい、本日は、サポートをさせていただきます。緩んでんじゃないですか。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、本番組の主旨はですね、はい、アミちゃんと一緒に、ノーヒントで映画のサイトを見て回るという趣旨になっております。本日は今週末4月29日に公開されます。間もなくですね。はい、今週末ですね。はい、キッズオールライトをご紹介いたします。はい、はい、というわけでですね、いつも通りのペースで、なんかこうスムーズに話すの久々ですね。私ね、ちょっと今日真面目なの。真面目にやってみたの。あ、そうなんですね。そう、でも遅刻っていうのがあるから気をつけてくださいね。だからこそ今日ポイントそこあるんで、もう今日はやりづら。はい、じゃあ頑張ってください。早速ウェブサイトの方を見ていきましょうと思います。はい、じゃあウェブサイトの方に、はい、皆さんも一緒に見てください。はい、こちらですね、はい、キッズオールライトの公式サイトです。はい、サイト名が allright-movie.com というので、ぜひ皆さんもあの番組中でもいいですし、番組の後でもいいですので、そうですね、見ながらやっていただきたいと思うんですけれども、はい、早速ですね、トレーラーを見ていきたいと思います。見ましょう見ましょう。ここ青空の下、下青空の下かな、はい、共に生きる家族になると素敵なフレーズですよね。いう感じなんですが、早速トレーラーを見ていきましょう。はい、いきましょう。右側のこのトレーラーというのをクリックします。はい、はい、さあ見ていきましょう。はい、ママたち。Each of my moms had a kid, Gershberg. Like in both of them. Uh-huh, like in gay. Right, huh? Cool, I love lesbians. Right. Cool. I get it. He's their biological father and all that crap. Like, we're not enough or something? Stone cold. Hey, she's your nuts. You met him, and that's cool. And now we can move on. I want to see him again. You do? So great to meet you. Go easy on the wine, hon. Stay. Okay, same goes for the micromanaging. Okay. So, how did you two meet? I was a resident and Jules had an emergency. すごいなんか子供が気まずそうな顔するシーンが多いですね。はいはいはい。I just keep seeing my kid's expressions in your face. Really? Really? I feel like he's taking over my family. Oh, wow. Okay. Driving home with motorcycle. This is something I just never allow. Mom, I'm 18 years old. Hey, I'm glad I did. Marriage is hard. Two people, year after year. Sometimes you stop seeing the other person. ちょっと変わった家族だけど、本当の愛が溢れてる。キッズオールライト。面白いですね。なるほど。なんか、はい、いろいろこの、まあ、ショーゲートチャンネルで紹介してきましたけど、はい、また雰囲気の違う、雰囲気の違う感じですね。ただものすごい温かい愛は伝わるんですけど、そうですよね。すごいこう家族愛のお話だなというような感じですね。はいはいはい、はい、じゃあこんな、あれですね、ちょっとセンシティブな話にもなるかもしれないんですけれども、はいはい、今日は素敵なゲストにお越しいただいております。映画キッズオールライト宣伝担当の船瀬さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。
いやちょっともうトレーラー 見る、はい、見てからもかなり気になってるんですけど、ありがとうございます。いろいろ解説をぜひ、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあここから、はい、質問あ言っちゃっていいですかね、はい、なんですけれども、もう早速ですよね、はい、どういった作品かっていうのがかなり気になるんでプロモーションだけではわからない、はい、そうなんですよ、あるかと思うんですけれども、はい、簡単によろしくお願いします。はい、まあ、トレーラーの中にもあったんですけども、はい、18歳の長女と、はい、15歳の長男、はい、でそれぞれ、まあ、長女が、まあ、思春期あじゃない、はい、大学進学を迎えて、はい、家を出るっていう時を描いてる夏のお話なんですけども、はい、でその2人に対して2人の両親がいるっていうのは、まあ、よくある普通の家庭なんですけども、 その2人の両親っていうのが実はそれぞれのお母さんで、うん、ママが2人いるっていうお話なんですよ、はい、で、まあ、あの2人のお母さんっていうのは、まあ、同性愛結婚もしている、はいはい、トレーラーにも書かれてましたね、はい、2人のママからそれぞれ生まれた子供たちの4人家族で、まあ、普通にこう楽しい家族だったんですけども、うんうん、ある時その子供たちが自分たちのお父さんってやっぱり気になるよねっていうことになって、うん、そうですよね。そうなんですよ。で、まあ、その長女が大学進学で家を出てしまうっていうのがきっかけになるので、はい、ちょっとお父さんに接触してみようよっていう話になって、で2人で子供たちが会いに行ってしまう。で、今までこう順調なこう4人家族だったところに、はい、お父さんっていう存在が出てきて、はい、でこの家族はどうなるっていうのが、まあ、全体の大まかな流れなんですけども、なんかウェブサイトとか見ながら進めていきたいと思います。そうですね、行きましょう行きましょう。今の部分がストーリーのところに結構該当してくると思います、はい、ウェブサイトの、項目がイントロダクション、ストーリー、キャラクター、はい、スタッフとありますが、このストーリーの部分を見ていただくと、今船瀬さんがお話しいただいたようなところになってくる、はい、そうですね、まあ、ちょっと大学進学とか女の子の気持ちが変わる時っていうのはいろいろ知りたいことも出てきますもんね。でその一応向こうのアメリカのまあ法律で、はい、18歳を超えるとその、遺伝子上のお父さん、まあ、精子バンク の、はい、登録者に接触ができるっていう、そうなんですね、この州 の、うん、法律があって、はい、でそれがあるから、じゃあちょっと18歳になったし連絡をしてみようかっていう風なところから入ってます、ね、この子の方が18歳、18歳、弟は15歳なんですけど、うんうん、お姉ちゃんちょっと行ってみなよっていう話が、なるほど、そうなんですよね、家庭の関係が気になってっていう、うん、そうですね、うんうんうん、そろそろちょっとそろそろ確かに気になる年頃ですよね、うんうん、知ってもいいんじゃないっていう、うん、で、 まあ、でもお母さんたち2人は自分たちが育てた子供たちで自分たちの家族であるから、うん、お父さんの存在ってちょっとあんまり探られたくないっていうのが本音だし、はい、そんなママたちの本音を知ってるからちょっとこっそり会ってみようっていう、ね、ところからお母さんたちに内緒で会ってしまうっていうところから始まるという、始まるんですよ、はい、そこでこのウェブサイトの中でキャラクターっていうところに相関図があるので、おそらくこれが見やすい、でも分かりやすい、普通の映画とは違って、はい、5人なんですよね。そうですね、出てきてる方たち、うん、その主に出てきてる方たちが、そうなんです、もう本当に一つの家族の出来事を覗いてるだけなので、そうなんですよね、登場人物はその他にこういっぱい出てくるわけでもない、ただ5人だけ、はいはいはい、で構成されてるんですよね、へ、ちょっとそれぞれ見ましょう、はい、じゃあまずは、はい、じゃあまずはニック役、はい、あ、違いますね、ごめんなさい、ジュールス役の、はい、はい、ジュリアン・ムーアさん、ジュリアン・ムーアさん、はい、はい、ジュリアン・ムーアさんは、まあ、もういい映画にはこう常連、昔からいる、あの、はい、いい役者さんでいらっしゃって、はい、で今回は、まあ、2人のお母さんのうち、男の子の方の、男の子の方のお母さん、はい、なるほど、の役なんですけども、はい、まあ、ちょっと女性っぽさがあるお母さんの方っていう感じで、自分はその家庭に入って仕事とかをこうあんまりやらずに家庭のことをやってきたけど、ちょっとなんか活躍して社会でこう活躍する仕事もやりたいっていうちょっと不満を抱えた、こうごく普通のよくあるような、そうですね、うん、家庭のお母さんっていう、お母さんらしいお母さんらしい、うん、そんな感じですね。じゃあもう一人のお母さんいきますか、はい、ニック役アネット・ベニングさん、はい、アネット・ベニングさんは、まあ、はい、一
ポーという形でもう髪の毛も短くてボイッシュなで、あのお医者さんの役なんですけども、かっこいいですね。そうなんですよ。で、私がこの家庭のこう一家の主よというような大黒柱みたいな。そう、大黒柱で、お金もちゃんと入れているし、あのしつけも厳しいし、どちらかというとこうお父さん的な役割というかを演じている。で、まあ、この彼女のこの演技がすごく評されて、はい、あのゴールデングローブ賞の主演女優賞すげー獲得したっていう、もうすごく熱演をしている役ですね。なんかちゃんと家族構成的にはなってる感じですね。そうなんですよね。なんとなくこう、はい、住み分けができているっていうところですね、はいはい、じゃあ続きまして、息子さんいきますか。レイザー役のジョシュ・ハッチャーソン。この彼は、まあ、あのセンター・オブ・ジ・アースとかに出てきた、はい、あの子役とかから出てきた、はいはい、ずっとあのキャリアは長い子なんですけども、はい、この子はまあ、そのお母さんのうち その女性っぽいジュリアン・ムーアの息子ということでいる子なんですけど、うん、はい、まあどちらかというとちょっとこうなんでしょうね、すごくいい子なんですけども、うん、勉強とかよりもスポーツの方が得意というような、うん、でも、ごく普通の、うん、男の子で、ちょっとあの友達とかがこうやんちゃな友達がいるんだけど、はいはい、自分は真面目でみたいな役どころの、いいですね。そうですね、好感の持てる。これ役割上どちらがどちらを生んだっていうのはこの縦の関係性で考えればいいですか。はい、じゃあ次、はい、娘さんいきますか。娘さん、ジョニー役のミア・ワシコウスカさん、はい、でミア・ワシコウスカちゃんさんは、はい、あのアネット・ベニングさんの子供っていう設定になっている、うん、はい、ボーイッシュな、そうですね、はい、で、まあ、この子はアリス・イン・ワンダーランド、はいはい、見ました見ました。そう、あのアリス役で一躍、はい、ハリウッドではもうすごく有名になって、そうです、ね、期待のこう女優さんでいらっしゃるんですけども今回は、はい、まあ、その頭のいいお医者さんの娘っていう遺伝子を受け継いで、うん、すごく成績優秀で、はい、あの親にも迷惑をかけず真面目に育った、でそのまま大学にも進学するっていうすごく優等生の役なんですけれども、はい、うん、まあ、優等生ならではのいろんなこう悩みを抱えていて、それが映画の中でどう出てくるのかっていう感じは、なんかアリスの時、はい、さっきトレーラー見てですけど、うん、アリスの時と、まあ、全然違う、違いますね、女の子ですよね、うん、どちらかというとやっぱり等身大 の、うんうんうん、あの自分の背丈の女の子を、アリスの時はちょっとこうファンタジーだったのであれなんですけど、そうですね、今 の自分の等身大の姿を演じてるので、自然な見合わせコースカが見れるかなっていう。じゃあ最後に、はい、お父さんいきますか。ポール役マーク・ラファロさん、はい、マーク・ラファロさん唯一のそうなんです、お父さんで、まあ、あのこの人はあの、まあ、自分が何年か前に提供した精子バンクのところから子供が生まれていることをずっと18年間知らずに生きていて、はい、ある日そういうものなんですか、知らないらしいですよね、うん、である日突然電話がかかってきて、うん、あの娘の宮橋コースカーの電話を受けて、はいはいはい、あのあなたポールさんですかっていうところから、あの自分ってお父さんだったんだっていうのに気づいて、まあ、あのこの家族にこうちょっと接触していくっていう役どころなので、まあ、すごく、あ、重要ですね。そうなんですよね、重要なんですよね。でちょっと難しい役どころなのかなっていうところはあるんですけども、はい、そんな5人ですね。この5人、はい、この相関図を見るとこの親しみっていうのがお子さんの2人から、うんうんうん、はい、ありますね。ここの部分違いますよね、上の部分が。本当だ、そこが実は肝なんですけれども、はい、まあ、同性愛 そのジュールとニック、はい、あ、ジュールスとニックですね、はい、あの2人の夫婦がいるんですけども、そのお父さんの存在が出てきて、でやっぱりどちらかというとお父さん的役割のニックはちょっと気に食わないんですね。そうですよね、ポジション的には。そうなんですよ、自分は一家の大黒柱として女性だけれども頑張ってきた、そこにこうふっと現れたお父さんっていうのが気に食わない。そりゃやだな。でも、はい、あのそのジュールスの方は、はい、自分がやっぱりずっと家庭でずっとあのこもってきていて、うんうん、でなんかこう社会とかに貢献する何か仕事がしたいっていうところを、うん、ふっと現れたポールが、はい、いいんじゃないのって認めてくれるみたいな存在になるんですね。
割と応援というか後押ししてくれるような存在、いいじゃないそういうことをやってもっていう、なんか味方になってくれる存在が急に現れて、うん、でちょっとこう好意というか、うん、あなんかいい人じゃないみたいなところで余計こう、ね、お父さん的ニックは余計イラつくっていうような感じなんですね。あ面白いですね、うん、ちょっと監督さんとかスタッフさんの方行きますか、はい、見てみましょう、はい、こちらです。スタッフさんいらっしゃいますが、はい、まあ、監督のリサ・チョロデッコさん、はい、やっぱり女性ですね。そうなんですね、まあ彼女もやっぱり、この題材を描いてるだけあって、うんうんうん、当事者の方で、なるほど、そうなんです。自分も精子バンクからお子さんを産んでいる、はい、同性愛マザーですね、レズビアンマザーでいらっしゃる。そういう方じゃないと逆にリアルなことは書けないかもしれないですね。結婚は、されてないんですけども、はいはい、まあ、パートナーの方との子供という形で一人今子供を身ごも、もう育てていて、はい、だからもうお母さんの目線でもあるし、そういう同性愛の、気持ちも描いているしっていうところではすごくリアリティがリアル、ね、テレビドラマ、ね、L の世界のエピソードを監督していると書かれてますね。そうなんです、はい、まあ、なかなかその世界ではすごく、はい、ずっとそういうものを描いてる人っていう、ね、まあ、やっぱ女性の方が、うん、まあ、この作品に限らずやっぱ細かいところも分かったりとか描いたりとかすると思うんで、うん、すごいリアルなんでしょうね。そうですね、そこはリアルに描いてるんじゃないかなと思います。はい、はい、この感じでですね、はい、映画のシーンをいくつか、はい、見れるのがありまして、見たい、それを見てどんなシーンかっていうのをちょっと確認していければと思います。はい、こちらアメリカのサイトなんですけれども、海外版ですね、はい、でこうやってウェブサイト、海外版のウェブサイトを見ると、はい、受賞のアカデミーのノミネートされたニュースとか、はい、そういったものが掲載されています。はい、この中の一つにですね、このクリップというのがあって、まあ、映画の1シーンを見れるっていうのがありますので、ここをちょこちょこ見ましょう、見ましょう、思います。まずはこちら、タイトルがクリップ I love lesbians というふうになっています。ここは僕がちょっと字幕がないので解説を入れていきますね。そういうの見せたくてやってんじゃないですか実はちょっといいところ、名誉挽回に遅刻してきたから、あっと止まっちゃいました、ね、そういうことじゃないんですか。そんなことないです。少々お待ちください、はい、ちょっとロードした方がいいです。やっぱり印象違いますね。うん、やっぱりなんかアリスの時はもうちょっとなんかこう幼さ残るみたいなところはあったと思うんですけど、うんうんうん、確かに今はもうすっかり等身大なティーンっていう、はい、この映像の雰囲気的に今お母さんが後ろにいますよね。はい、でま、ちょっと離れて、そうなんです、一回その、まあ、登録所に一回電話をした後に、はい、そのお母さんと一緒にいる時に相手が分かったわよっていう電話が、折り返しの電話が、折り返しの電話がかかってきて、はい、でかけたところです。あ、そのことはお母さんも承知しているは知らないんですよ。なので、あ、じゃあ知らない人から電話、そうそうそう、ね、あ、電話って言って出てくるところなんですね。お母さんは何の電話かしら気になってますね。はい、じゃあ再生してみましょう。はい、で本人が元気ですか、うんうん、言ってますね。こちらこそ僕もいいで元気ですよ。もうこうなんかたどたどしい感じがで、なんか知りたいことが、まあ、弟が連絡してくれと、彼はまだ15だけど私18 で、うんうん、で彼が会いたいと言っています、はい、君の弟が、うんうん、多分本人的には、まあ、あれって思う節があるんでしょうね。本人的に弟っていう説明をしてます、ね、で、あなたの精子で生まれた、うん、で、マムズと言ってるんですね、ここは、うんうんうん、はいはい、ママたち、ママじゃなくて、ママズって S がついてる解説をして、そこの確認をマムズって何、いや、両方が一人ずつ産んだみたいな説明をして、お父さんからするとびっくりですよね。そうですね、なるほど、うん、両方とも自分の精子から、うん、でもそう考えると大人ですよね、うん、全てをとりあえず一回こう理解してお父さんに伝える、うんうんうん、でもまあ子供ながらに気になるところがあるって、そうですね、うん、なるほど、この気まずさがいいですねいいですねそこもなんかリアルな感じがしますね、はい、次はこちら行ってみましょうか、
こちらお母さん、こちら How did you meet? 出会いは、うん、出会いのきっかけは、うん、というタイトルですね。おお、はい、じゃあこんなにシーン見せちゃっていいんですかね。そうですね。あ、また一部ですから、一部ですね、1分ずつぐらいですね、うん、シーン的には。大学で会って、まあ、医者やってたんですけど、彼女が急患で運ばれてきた。そんなきっかけで舌が麻痺してっていう話をして、ここでもう何万回も言ってるじゃないかと掘ってて、まあ不機嫌になりだすと、子供たち、子供たちは何回も聞かされてる。で、あ、ちょっと終わっちゃいましたね。顔が動かなくなって、なんか飲み込むのが難しくなったという病気で運ばれてきて、そこが出会いだと。で、落ち着いて話すようにやって、で、そこから仲良くなった。で、君は面白かったし、それで治ったよって話を。ここでこうシーンがすごい2人が笑ってて、はい、で子供たちが笑ってない、こう気まずい引き笑い的なことをしてるんですけど、これはこれもう嫌そうじゃないですか。これどういうことかというと、舌が動くようになったアハハっていうジョークなんですよ。なんで、あ、そういうことか。レズビアンであるところを、まあ、下ネタですけど、はい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 、ネタにしたシーンですね。なるほどなるほど。まあ、これで打ち解けていく、はいはいはい、いうような。で、まあ、結構2人とも酔っ払う、お酒が好きというかワインが好きな設定にしていて、うんうん、飲みすぎないでよなんていうのもある、ありましたね、シーンで、ぐらいで、その多分酔っ払ってまた言ってるよみたいな子供たちの表情っていうかですね。はいはい、うん、いっぱいありますね。そうなんです、すごい。あと1シーンぐらいを見てみましょう、はいはい、こちら、これもリアルタイムに流しているので、はいはい、そうですね。ちょっと止めましょう。一旦停止して戻せますか？戻したいです。どうやるんでしょう？戻せないかもしれない。おー、来た、生放送な感じ。え、でもあれ、あ、ポールさんときっかけはみたいなところの一言ですね、うんうん、今のは。このシーンは食事をまた一緒にしているシーン。でもそこまで行き着いたのも気になるんですよね、うん、ここに行くまで。どうしたらそこまで行ってるっていう、だその子供たちが勝手に会っているっていうのがママたちにバレて、ママたちはもう全然、うん、もう楽しくないから、じゃあ呼びなさいよみたいな、公に連れてきなさいってママたちが審査してあげるみたいなところで、5人でじゃあご飯をしましょう、面白いなっていう感じになったんですね。はい、はいはい、それでは見てみましょう。で、なぜ食品、外食業界にいるんですか、食べ物好きなんですみたいな話をして、まあ、打ち解けたと。でもなんか探り合ってる感じですね。そう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 、まさに。なんで精子バンクで情報を見ていた時の話を、国際情勢を勉強しているまあすごい昔ですけどね。でやろうとしたんですけど、うん、中退しちゃいました、うん、で向いてなかった、でお金の無駄だ、時間の無駄だ、人の言う話を聞いてるだけなんて無駄だっていう、この気まずい空気がこれはまさにジョニーが大学入るわけじゃないですか、うん、この後。そうですね、でそこで、まあ、遺伝子上の父親に大学行くのは意味がない、全否定されてるてで、お母さんたちからするとそれ言っちゃうっていう、このそう今言っちゃダメだよねみたいな空気になってますね。特にこうしつけで厳しく大学行くのよって育てられて、そのままこう真面目に育って大学ようやく行くって時にお父さんがそんなことを言ってるみたいな、ちょっとなんかこう軽いお父さん、うん、でもこれこそ普通にあり得る感じの、うん、そうですよね、パパと意見が違うっていう。そう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 、これらのクリップを見ていくと本当に表情の演技っていうのが非常に、まあ、気まずい演技が
そうなんですね、すごいな、うん、へえ、みんなのちょっとした表情がなんかこう、はい、少しずつこう眉が上がるとことかが結構見てると面白いかなと思って、そういうとこもチェックしてもらいたい、はいはい、苦笑いが非常に印象それぞれのこの人と喧嘩はしてはいけないけれども、そうですね、探る探ってみたいなシーンが非常に多いなっていう印象が、言葉でみたいな、うん、なるほど、はい、でこの番組実は30分番組なんですが、はい、30分なんだ、ユーストリームなんで、まあ、30分ちょい番組ぐらいでいいかなと思ってるんですけれども、はいはいはい、大体ですね、はい、ここからですね、船瀬さんの方に、はい、インタビューの方をお願いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあまあ広報活動されているということで、はい、苦労した点を教えてください。そうですね、はい、まあこの映画やっぱり普通のなんでしょう、ある家族を覗いてるみたいな映画になっているので、はい、まあ、特に大きい事件が起こるわけでもなく、うん、誰かがこうなんかこう病気になったりとかこう亡くなられたりとか、はい、そういう何かを大きいものが起こるわけでもなく、はい、普通の本当に日常を描いてたりするので、うんうんうん、それをこうどうやってこう特徴づけるかっていうのが結構やりづらいなっていうのはありましたね。なるほど、うん、でもかなりそれこそリアルってことですよね。そうなんですよね、それだけ本当にリアルさはあるし、今のカリフォルニア、ニューヨーク、はい、アメリカの現実が見えるみたいなところはよくできる。これ舞台はカリフォルニアだ。カリフォルニア、そうですね、はい、なんか雰囲気もあったかい感じですよね。そうですよね、すごいいいですね。じゃあ続きまして、はい、映画を見る予定の方に知ってほしい、知っといてほしい部分。そうですね、はい、結構そのまあ一瞬この爽やかな感じ で、はい、で家族のお話でっていうところで、うん、なんかさらっと爽やかすぎるイメージかなと思うんですけど、うんうん、はい、ちょっとこう中にさっきもあったみたいなこう苦笑いとかいうような、そうですね、ちょっとの皮肉な笑いとか、はい、結構笑える部分とかが結構あるので、うん、で軽い感じで見ていただけると嬉しいな、うんうんうん、なるほど、うん、気軽にこう見に行けるような、そこを見て知ってほしいなと思います、はいはい、じゃあキャンペーンで知っていてほしいこととかありますか。そうですね、今後ある予定とかでもいいですし、うん、そうですね、はい、まあでもこの映画がまあやっぱりその同性愛 の、うん、夫婦を描いているっていうこともあって、はい、東京でもこう有名な新宿2丁目さんで、うん、イベントをちょっとやったりとか。今後あるんですか。今後はい、一応予定をしてまして、4月のもうそれこそ30日と5月の4日とかに夜イベントを予定してたりするので、はいはい、そのあたりはホームページの方に情報チェックしてもらえれば、はい、上げようかなと思います、はいはい、じゃあ続きまして船瀬さん個人としてですね、はいはい、おすすめの注目シーンとか。そうですね、はい、一番やっぱり面白いなと思うのが、うん、そうですね、はい、なんだろう、まあ、女性目線でも、まあ、はい、うん、そうですね、なんか結構そのまあシーンそれぞれはすごくいろんなシーンがあって面白いんですけど、うん、はい、私はまあシーンとちょっと違うかもしれないんですけど、間で流れる音楽っていうのもちょっと気にしていただきたいなっていうのが。音楽、そうなんですよ、結構通話おっとくるような映画の音楽が使われてたり、まあ、タイトルのリストにも音楽に関する情報が結構載ってましたね。そうなんですよね、でタイトルも The Kids Are All Right っていうその、はいはい、本国のタイトルっていうのがそのザ・フーさんの曲名のタイトルにも同じタイトルのものがあったりとか、で、ね、間でこう流れてる曲とかも結構こうおって思えるのが使われてたりするので、うんうん、じゃあそういうところも注目していただいて、ね、注目していただきたいなと思います。いろんな楽しみ方があるということで、はい、じゃあ最後にですね、まあ、告知と放送を見ていただいている方々にメッセージをお願いします。はい、はい、まあ、この映画が描いているのが、まあ、どのような形の家族であっても、はい、家族の絆っていうのはその、うん、まあ、ちょっとした短い時間じゃなくてずっと積み重ねでできているなみたいなところを、はいはい、描いてたりするので、それはもう外国だろうが日本だろうが、うんうん、そういうのも全く関係なく普遍的なテーマで誰でも楽しんで見ていただける映画だと思うので、はい、よろしくお願いします。はい、ぜひ劇場の方にお越しいただければと思います、じゃあ続きまして劇場情報私から。はい、はい、ありがとうございます。ですね、映画キッズオールライトは4月29日土曜日より渋谷シネクイント、東方シネマズシャンテ、
シネリーブル池袋ほか全国でロードショーを開始いたします。ぜひお近くの劇場に足を運んでください。ホームページをチェックしてもらえば、ね、分かりますよね。はい、あの他全国も、はい、あのホームページの方に上げてますのでチェックしてください。よろしくお願いします。たくさんやってますね、こうやって見ると。そうなんです。あ、ちょっと日にちもずれる場合がありますね。はい、4月29日公開、埼玉、ムービック埼玉だった。そうですね、6月に6月になったりとか、ね、あと夏頃に公開だったりとか。9月もありますね。はい、まあ順次それぞれ、はい、チェックいただければと思います。チェックしてください、お願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今日の番組の以上というふうになるんですけれども、はい、今一体何時ですか。今35分ぐらいですね。あ、オンにはならなかったですね。いや、このこういうちょっと話したいことはもっと話せばいいじゃないかな。そう、私もっとやりたいんですけど。いいところなんです。もっとやりたいです。あ、やりすぎちゃいけないか。やりすぎるとグダグダトークになりますよ。ですね、やめときましょう。やめときましょう。今思いました。わかりました。グダグダになるな。はい、じゃあ、はい、もうこれで以上となります。番組の方は。はい、ありがとうございます。はい、で、アミちゃん最後に、はい、番組の、あの映画の感想とともに、皆様へのお礼とともに、うんうん、最後にお願いできますでしょうか。はい、今日は見ていただいてありがとうございました。私今回の映画かなり見たいです。お、あの実際にこの番組で気になった映画見に行ったりとかしてるんですけど、うん、これは女性として結構気になるなっていう思う部分があって、あの、まあ、女性の方人気が高い映画かなと思うんですけど、うん、ぜひ男性の方にも知ってほしい世界でもあるので、ぜひ皆さん足を運んでください。よろしくお願いします。でね、私今日思ったんですけど、はい、これ今までなかったですよね。ウェブカメラですか。そうなんですよ、はい、今回はいつものカメラと別に目の前にアミちゃんの前にカメラを設置してあります。だから、はい、気抜いてるとことか結構映ってると思うんですよね。いつもこっち見てるときは、はい、こっちですよね。このパソコンが映ってるときはこっちもただ見てる側になるじゃないですか、うんうんうん、そういう部分出ちゃったなと思って。多分右下にこう可愛く映ってるんじゃないですかね。さっきなんてこう船瀬さんと私もこう出てて、私いいのにと思っちゃったんですけど。いや今後ね、こうやってちょっと多分こういうカメラまだまだ使うと思うので、はい、ぜひそれでも楽しんでもらえたらなと思います、はい、今日はありがとうございました。はい、そして最後に本日の収録スタジオインターネットカフェ、あ、そうですね、はい、アイカフェの、アイカフェ秋葉原店の、ご案内です。はい、最後にですね、本日の収録スタジオインターネットアイカフェ、間違えました。インターネットカフェアイカフェ秋葉原店のお知らせです。JR 秋葉原駅、東京メトロ銀座線末広町駅からすぐですね。電気街で有名な中央通り沿いのアイカフェにはコミックあり、インターネットあり、ユーストリームスタジオありの広くてくつろげるラウンジのようなネットカフェになっています。エクセルシオールのあるビルの8階、お近くにお越しの際はぜひ皆さんお立ち寄りください。はい、それでは今日本当にあっという間でしたね。あっという間ですね。集中しちゃいました。はい、はい、もう終わっちゃっていいんですか。なんか続けますか。あと30分、30分って知らなかったです今日。いや、いつも30分ですよ。あ、そっか、グダグダ喋ってる感じ。今日船瀬さんにお越しいただいてるんで、はい、結構盛り上がるんですよね、3人。そう、そうなんですよ。ありがとうございます。いいえ、そんなことないです。わかった。なんですか。なんか慌ててルカンは多分もうそもそも遅刻してきたからだから、それでもあー時間やばいやばいみたいに。いや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 、ちゃんと今日オンタイムで始まってますからね、この番組。まあ、始まりはそうですけど、ええ、なんかちょっと焦ってる感があったんで。あ、本当すみません。次気をつけましょう。ちょっと早めに作るようにします。はい、ということで、はい、アイカフェよりお送りしましたショーゲートチャンネル、本日はこれで終了になります。また次回よろしくお願いします。船さんもありがとうございました。ありがとうございました。